コーマギキャンプ場に来るとこのトイレですよね、攻めてますよね。今日で5回目なんですけれども、だんだん愛おしさが芽生えてきましたね。右側がスモールビジネス、左側がビッグビジネスになってるんですけれども、これリアルどこでもドアですよね。このマムシ注意の張り紙見えます？マムシ下から攻めてくるんですかね。ガチでやばくないですか。こっちは無防備に入り口見せちゃってるわけですからね。ワンチャンで行くしかねえか。一度全自北京に相談してみようかな。あ、全自北京はレッドスネーク専門か。じゃダメだな。どうしよう。どうも、カブトです。ただいまの時刻、2時29分。気温の方は 23.1度ですね。設営完了です。今日はまたまたコーマギキャンプ場に来ちゃいました。今回で5回目ですかね。完全にホーム化しちゃいましたねこれからね、天気予報はね、雨予報なんですよね。なので焚き火楽しめるうちにやっときましょうね。そういうわけでですね、雨に備えてサーカスも今日は変形張りにしてます。まだ降ってきてないんでね、後ろもオープンにしてます。みんな知ってるかな、サーカスを変形張りにしてこのようにフロントにキャノピー作りますよね。そうするとこの部分のジッパーがこっちに引っ張られてだんだん上に上がってっちゃうんですよね。対策としてジッパーを S 字フックでガイロープでずーっとこういう風に下にテンションをかけてあげれば、で下でねペグダウンしとけばキャノピーは同じ状態をキープできます。予想通りね、雨降ってきたんでね、焚き火キャノピーの下に入れました。それではコーマギキャンプ場に乾杯しましょう。コーマギキャンプ場に乾杯、これで5回目だね。第一、お疲れ様です。ああ、うまい。今日も幸せをかみしめる一杯だな。ソロキャンプ最高。いいっしょ、ハロウィングッズ。これね、夜になるとね、明かりがつくんですよ。今日ね、受付した時に聞いてきたら、今のところ乾燥らしいですね。雨の乾燥か、なんかワクワクしてきたな。今日はね、焚き火ね、上のね、キャノピーが燃えちゃうといけないんで、なるべく小さくやっていきましょうね。今日はちょっと天気がはっきりしないですね。今ちょっと雨止んでるんで、焚き火外出しますか。ちょっと早いんですけど、ランタンの明かり楽しみましょうね。ただいまの時刻3時41分。気温は 20.6 度ですね。本格的に雨が降ってきましたね。雨キャンプの始まりですよ。今宵も楽しくなんだろうな。今日はね、しめ鯖いきます。スーパートロしめ鯖。これ別にね、スーパーで買ってきたからスーパーっていうわけじゃないですからね。スーパーなトロしめ鯖ですからね。八戸名産。ただこれ切ってないんでね、オピネルでこれから切ってきます。はい、できましたよ。刻みネギと生わさびトッピングしましたからね。いいっしょ。やっこも切りましたからね。
しめ鯖とやっこっつったらこう来るでしょうね。サバデッシュ、これ茨城県のお酒なんですけれども、ここに書いてあるんですよ。サバ専用日本酒、このお酒はサバをより美味しくお楽しみいただくために作った日本酒です。しめ鯖、焼き鯖、煮鯖と様々なサバ料理とともにお楽しみください。様々なですよ茨城県さすがだな。刺身醤油、おちょこも持ってきましたからね。完成しましたよ。しめ鯖とやっこのちょっと早い晩酌セット、生駒木キャンプ場ハロウィンスペシャル、サバデッシュ、いってみます。サバデッシュか、シャレが効いてんな。じゃあ行ってみますね。あー、しみる。あー、しみるな。雨の駒木キャンプ場でしめ鯖とやっこを当てに日本酒をちびちびやりながら一人ハロウィンパーティー、しみるな。ソロキャンプ最高。しめ鯖行ってみましょうね。よし、わさびをちょっと乗せて、ネギもちょっと乗せて、こんな感じでね。うん、でサバデッシュ、あー、うな。やっぱスーパーだけあってね、これ脂乗ってるね、すごい。うん、すごい脂乗ってる。うん、これは日本酒が進んじゃうぞ。また最初にね、日本酒飲んじゃうとね、決まっちゃいますからね、要注意です。やっこだな。ああ、うん、安定だな。日本人でよかった。納豆とね、豆腐はね、やっぱり日本人の文化ですよね。あー、このサバデッシュうまいな。今日は天気予報で、まあ、今日と明日ですね、雨予報だったんで、まあ雨が降るのは分かってたんですけれども、タープの変形張りでね、焚き火だけ楽しめればいいかななんて思ってたんですよね。さすがにね、ここ5回目なんでね、今日でね、次回はね移動しようと思ってるんで、最後にサーカス張りたいななんていう衝動にね駆られてしまいました。このまま行ったら今日は乾燥ですね。このサバデッシュ、これ本当にね、サバ料理に合うような気がしてきた。うん、なんかね、本当うまいわね、サバに合うわね、ぴったり。うん、あ、やるな茨城県、さすがだな、栃木県の次にただいまの時刻6時4分、気温の方は 19.8 度ですね。それではハイボールいきましょうか。氷も忘れてねえすからね。ウェロキンソン赤、ベーシアで買ったグラスも忘れてねえすからね。このサントリーの各ね、
またうちの両親ね、じいちゃんばあちゃんが買ってくれたんですよね。誕生日の時にね、もらってね、美味しかったって言ったらね、また買ってくれましたね。まあいくつになったってね、子供は子供なんでしょうね。それじゃあじいちゃんばあちゃん、いただくね。それではじいちゃんがね、名前がアキラって言うんですけど、ばあちゃんが節子です。アキラと節子に乾杯。あーうまい、うまいよ、うまいよ。雨がだんだんね、強くなってきましたね。雨の乾燥路のシナリオに近づいてきましたね。雨がね、だいぶ強くなってきたんで、外に出られないんでね、このアングルのね、映像が続くと思うんですけど、つまらねえからってみんなやめないでくださいよ。よろしくお願いします。雨の音聞こえます？いい感じで降ってきましたね。今日はね、今からキムチ鍋をやっていこうと思ってんですよね。材料はセブンイレブンの洗わずにそのまま調理できる五目野菜炒めセット。椎茸にえのき、豚こまに、鍋っつったら木綿豆腐ですよね。でプチッと鍋のキムチと、まずは椎茸からカットしていきましょうね。次はえのきね。豚こまね。今日は完全な雨キャンプになりましたね。キャンプ場でしたらキャンセルするキャンパーさんもいらっしゃると思うんですよね。自分はね、雨キャンプはね、本当にワクワクするんですよね。雨の中でね、テントの中にいるとなんかワクワクするんですよね。自分だけかな。プチッと鍋ね。2つかな。野菜を入れて、どのぐらいだろうな、どのぐらいか、いや肉かな。豚こま入れましょう。豚こま入れて、で次に椎茸、よいしょ、えのきで、最後に豆腐と、どのぐらいか、よし、よし。豆腐でかいか、大丈夫か。鷹の爪忘れてました。せっかくのキムチ鍋ですからね、ピリ辛でいきましょう。だいぶ雨が強くなってきましたね。このぐらいでいいですからね、雨はね。ねえ、さすがにね、激しい土砂降りとかになっちゃうとね、雨漏りしたりとかね、いろいろ大変なことになっちゃいますんでね、このぐらいでね、ひとしと降ってくれたらいいですね。雨がね、テントを打つ音ってね、心地いいんですよね。嫌いじゃねえっす。鍋ちょっと見てみますかね。できたぞ、キムチ鍋。お約束で刻みネギをトッピングしました。いただきます。まず最初ね、お肉いってみようか。よし、肉ね、お肉。
あー味染みてる。いいんじゃねえの。さっきねアマガエルがね避難してきました次はね豆腐行ってみましょう。豆腐行ってみますね。絶対熱いやつだよね。あっちゃもうちょっとちっちゃく切ればよかったな。これあか上をやられた。やば、あっちかった。えのきね。あかえのきマジ。あやけどして上顎の皮むけたことないですか。意外と猫舌なんですよね。外はね雨なんですけど焚き火は絶好調ですね。結構サーカスの中雨入ってきましたね。今日はエアマットなんですけども、エアマットの下はグランドシートしか敷いてないんですよね。もうちょっとね雨が中に入ってくるようになったらコットンにします。雨キャンプ楽しいな。2回転目入ります。よしよし行ってこい。プチッと鍋シリーズ今日はねこれ2つ買ったんだけど、こんなちっちゃいとこからなんでこんなコク出んだろうね。さすがだな茨さん。これからの季節ねキャンプで鍋やることがね増えてくると思うんでね、これいろんな種類があるんでね楽しみですね。そろそろいいかな。よし雨音を聞きながら焚き火を眺めてキムチ鍋、最高のハロウィンナイトだね。キムチ鍋うまかったですね。今年の冬の鍋はねプチッと鍋に任しちゃおうかな。でもねまあ鍋にしてもねカレーにしてもシチューにしてもね、あの一人前って難しいんですよね。ソロキャンプでね一人前を作るっていうのはね今後の課題ですね。雨音を聞きながら焚き火を眺めるって意外と非現実的ですよね。このサーカスはねこれができちゃうんですよね。まあ TC 素材のね膜とかタープであればね同じことができると思うんですけれども、まあこれだけのね移住空間とかシェルターとしてのね役割を確保しつつ雨の日にねキャンプを楽しめるっていう幕はね他にないんじゃないですかね。自分で言うのもなんですけどサーカスって本当にいい幕ですね。ただいまの時刻9時43分気温の方は 19.9 度ですね。ちょっと肌寒くなってきたんでね長袖来ました。雨は今のところちょっと弱くなりましたね。それでは上がり行きましょうか。今日の上がりはですね先ほどのキムチ鍋のスープでチキンラーメンをね作っていきたいと思います。キムチとチキンが混ざってどんな味になるんですかね。まあキムチ鍋のスープはねいろんな食材の出汁が出てますからねうまくなるんじゃないですかね。そしたら卵ですね。チキンラーメンっつったらもう卵でしょうね。完成しました。今日の上がりのキムチチキンラーメンですね。いただきます。あ、普通にうまい。ていうかうまいね。
うん、キムチとチキンって合うかもしんないねこれ。うん、すごいうまい。卵を崩してこのトロトロのところね、うめえ。ただいまの時刻10時13分。気温の方は 20.6 度ですね。また雨が降ってきましたね。今日は雨キャンプ楽しかったですね。星空の見えるキャンプもいいですけれども、雨キャンプもまたそれなりに楽しいですね。風だけは勘弁ですからね。今夜は焚き火を眺めながらもう一杯ハイボール飲んで休みたいと思います。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻6時11分気温 14.9 度ですね。夜は風強かったですね。雨音はしないみたいだな。焚き火できるかな。昨日の夜中はね、雨強く降ってたんですけどね、夜はね、雨キャンプも楽しいんですけど、朝は晴れの方がいいですね。こうやってね、焚き火も思いっきりできますしね。それではモーニングコーヒー行きましょう。今日もね、バリスタ持ってきたんですけども、しくじりました。今日は完全にホットですね。次回からはホットコーヒーに切り替えましょう。ただいまの時刻7時18分気温は 18.1 度ですね。それでは朝ごはん行ってみましょう。今日の朝ごはんはですね、またベーシアで特売のバケット買ってきたんで、これでね、おしゃれキャンパー風のね、バケットサンドを作っていきたいと思います。何をサンドするかと言いますとですね、はい、出ました、ベーシアオリジナル大きなハムカツ。これをサンドしていきますね。チーズにサラダはポテトサラダですね。これも幸せの黄色い札がついてます。買い物上手でしょ。スーパーですね、クノールのベーコンとポテトがたっぷりのポタージュですね。どのぐらいだろうな、一本じゃ食いすぎだもんな。ここで切っていこうか。どのぐらいか。そしたらみんな大好きハムカツ、これを半分に切ります。チーズね、チーズは2枚ぐらいかな、1枚じゃ足んないな。そしたらプレートを置いて、大丈夫か。はじめにレタスですね。これもね、今日もうちのかみさんが切ってくれました。よいしょ。レタスはどのぐらいだろうな、
枚ぐらいいけるか。で、まずはチーズでハムカツで、チーズか。こんな感じでいいのか。はい、なんとかできました。チーズハムカツのバゲットサンドとベーコンとポテトのポタージュのモーニングプレート、コーマにキャンプ場スペシャルですね。いただきます。これはどうやって食べんだろう。これちょっと難しいね。これね、ハンバーガーより難しいような食べ方ね。絶対こぼれるよね。行ってみます。うん、うまいけど食べるの難しい。どうしようかな。ちょっと押し込めるか、こっちにギュッと。これでいくか。うん、ベーシアの大きなハムカツ間違いねえな。うん、うまい。すみませんね、汚い食べかけを見せちゃって今朝はね、気温が20度切ってますからね、焚き火がね、心地いいですね。バゲットって顎が疲れますね。ね、ポタージュいってみますね。これな、すごい食いづらいんだけど。うまいんだけどね。ごちそうさまでした。よいしょ。ごちそうさまでした。朝ごはんも食べ終わったんでね、焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入ります。今日もこれからね、雨予報なんで。雨撤収にならないようにちゃっちゃと行きましょう。ただいまの時刻8時54分、気温 17.8 度ですね。撤収完了です。なんとか雨撤収は避けられましたね。今ね、またパラパラ降ってきたんでね、間に合ってよかったです。今回でね、コーマギキャンプ場5回目なんですけれども、何回来ても飽きないですね。これからね、野営してみたいななんて思ってるね、初心者の方がいましたらね、このキャンプ場は大大大おすすめですね。サイトはね、野営館満載なんですけれども、炊事等とね、トイレもちゃんとありますからね、安心です。まあトイレはね、リアルどこでもドアですけれどもね、まあそれは致し方ねえです。低規格低料金のキャンプ場なんで、逆にね、そういうところも楽しんでみたらいかがでしょうか。さあ次はどこ行こうかな。予定は未定です。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。おしゃれキャンパーでもバゲットを食べるときはおしゃれに食べれないと思うよ。間違いねえです。